どうぞです。いろいろ実況やっていきたいと思います。今回ですけども、闘技場、ランク B に向けての戦いです。メタリアラ、ここを解放するとね、もう、一気に多分レベル上げが楽になる。ので、ここは絶対に取っておきたい、先にね。で、これを取っておくと、もう配合してから速攻レベル上げできる状態が生まれるんで、ここ大事なんですよね。1日に1回はメタリアラ行けるようになるんで、頼むよ。おい、メリーさんね。まあまあ、序盤。まあ、第一試合どんなもんなのか大体わかると思います。多分でもいけると思うんですけど、ディディ無双してるんでね、海賊の鍵のボス戦で。おそらくいけるであろうという、俺の見込み。まあ、多分間違いないと思います、多分。行ってみましょう。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ。はい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 、オッケーオッケー。ヘイヘイ。お、もう余裕やな。あー、結構暗い。ヘイ。ウェイ。ウェイヤー。これ行きましたね。攻撃回数多いな、あいつ。ヘイ。うざいうざいうざい。ヘイヘイ。おらヘイ。序盤は使わず行こうか。ヘイ。そりゃそりゃ。うざい。回復して、こいつ。オッケー、した。はい、お疲れ。いけるぞ、余裕で、これ。これ、いけるな。普通に余裕ですね、これ。もう見えました。まあ、やっぱ、ディディが強い。うん。で、回復役もいるんで、きっちり。長期戦も持ちこたえれるというね。まあ、多分、おそらく余裕でしょう。おい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 。旅人ね。旅人、獣使い。ドライゴン、モモンジャ2体っていう。まあまあ大したことないでしょ、おそらく。まあ言うてもまあ、知れてるでしょ、多分ね。さっきの見た感じ。そんなグッと上がることはまずないんでね。オッケーオッケー、まあまあ、序盤ね。あ、おい、やるな。マジか、え？あ、ラッキーラッキー。オッケーオッケー、一匹目一匹目一匹目。よっしゃ。そこ！ええぞ、ええぞ、ええぞ、ええぞ。いいね、お、いいね、いい、いいね、いいね、いいね。強いな。いった！いった！お前参加攻撃ベアハイミブラッよっしゃ倒せ決めろルカニやめんかいやってやってやめろこれやめろうわっおたけびうぜえなルカニされ損したやんけ俺が痛いまたこれおおいマジでおたけびばおたけびば怖いですやばいちょ待てあぶねあぶねこいつ何しょんやばいやばい。やばいよー一気に強なった。あと、おたけびつ。ちょっと状態上ちょっとあかんわ、あれ。あれは。せこいわ、マインド。いきなりあんなダブルで。体勢弱いって、そら。何もしてないやから、体勢。大踊り子。おきれいなお方で。おー。持っとるやつは結構あれ、ゲテも持っとるな。結構変なやつばっか持っとるな。ダンスキャロットに、パペットマペットに、泥人形に、メイダというね。恐ろしい組み合わせ。いける！強っ！よし！ホイミ？オッケー。うわーマジで！は？お前石膏！よし！あ、マジで、ちょっと、危ねえ！それはちょっと石膏いいわ、さっきの。会心わかんやろ。よし。ちょっとさっきの、反則ピピーおかしい、ナイス、解消廃棄。オッケー。危ない一匹よし。オッケーいいな、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 いけるぞただ、モントラやられたぞうらっ痛い。岩投げ村上剣心いけ村上村上小女神あかんやめろおめえおあんな役立つ終わりやぞマジでおらなめんななめんじゃねえざけんじゃねえおらもうちょザクホが終わった
ーイ、ふぅー、 DD 最高。ただあれ一撃おかしいわ、会社の一撃。あれはちょっとおかしい、ほんまに。結構な、このドラッグ回心率高いねん。出るからな。しかも開始には防御無視の効果が確かあったはずで、めっちゃ効くんですよね。ただオッケー。まあこれモントナ診断で、縛り発動しますけども、おー、ありがとう。でかいよこれ、これでかいんですよ。メタレリア、もう名前からしてもやばそうでしょ。淡い騎士の鍵レベル20、まあ、A ランクなんか無視無視、無理無理、勝てへん。まあこれモントナー死んだらパーティーの誰かが死んだことになるっていう体なんですけど、まあこれ誰にしようかな、レベルの高いやつにしようかなと思うんですが、まあ誰抜いてもいいけどな。まあとりあえず合体いきますか。とりあえずまあ清盛抜いてもいいですね。平の清盛、あいつ思った以上に使えなかったんで、まあ、平さん、ちょっと一回、消えてもらって、退場してもらいますか。平さん、退場！お疲れさんでした！こいつは死んだことで。お別れの。お別れの平。ありがとう、平。お、メタルハンター、いいな。あ、ええで、メタルハンターは。アサシン。なんかダウンのあたりが強いっていうな。オッケー、カマキリ選手強いな。かっこよさそうな、かっこいいな、こいつ。かっこいいね、カマキリ選手は。もうなんか、ほんまに。名前何しようかな、こいつ。結構かっこいいんやけど、こいつ。何しようかな。昆虫の王か。昆虫の王みたいな顔しようかな、こいつは。昆虫の王って言ったら誰やろな。俺の中のイメージって言ったらもうハンターハンターのメルエムぐらいなんやけど、メルエムって名前使うにはこいつもったいないからな、ほんまに。まあ関係なくいくか。ギョロメ、ギョロメ、ギョロッとした目でギョロ目で行きましょう。ギョロ目はメスか。オッケーな。おお、ブチキン、あ、ブチキングでかいぞこれ。ブチキングはこれ、あ、え、しかもベートメン。あー、こいつはいいね、いいね、いい、こいついいね、こいつはいいぞよ、こいつはいいぜ。ブチキングは強いイメージしかないぞ、なんかわからんけど俺には。金玉と割ったらしてもええかもしれんな。金玉3とブッチキング。金玉3、今日顔かっこええな、こいつ。よく見、よく見たら、こういう顔見たら。まあ金玉やな、ほんまに。オッケー。まあこれでペナルティは、なんとか封じきたということで。一番怖いのはディディが死ぬことだったんですけど、なんとか耐えましたね。あとベートベンも死んでほしくなかった、個人的には。で、今からなんですが、連続持ちのこいつに帰って、レベル上げいきますよ、もちろん。ここなんですよね、お楽しみは。使いましょう、メタルエリアの鍵。早速。参ります。うん、限界突破。オッケー。行くぞ。メタルエリアのプロと呼ばれた俺に、不可能はない。うまいで、俺は。回り込んで。先制攻撃仕掛けるで！ここうまいんすよね。メタルハンターが出てくるんかよ、こいつ。しかも、封じ続いてへん。メタルハンター勝てるんか、俺、まず。そこ疑問なんやけど、マジで。あ、強っ！あ、無理無理無理。強い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 。は？いや、無理無理。いや、どんだけ強いんや、こいつら。いや、これ、あかん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 。ただ倒した、オッケー。ただ倒して、もうけたで。ただこれ、あかんぞ、これ。メタルハンター、これ狙わなあかんぞ。
強すぎるぞあいつ。オッケーナイス、邪魔、もう一匹邪魔。痛い。終わった。マジで、マジで、マジで。これきついって。やっぱ強っ。ついえ。マジで何回こ、1から2回行動かこいつら。これ強っこいつら。全然あれやんけよ。レベル上げできる環境じゃちゃうやんこれもう。いや、なんて防御してこれ。あ、してなかった。前取ったミスった。痛い。ただ、うおら、経験値せやならぐ、そんなもらえんかった。思った以上に少なかった。思った以上に少ねえな。こんなもんか。もっとくれよ。もうちょっとくれよ。死んだってこれ誰か抜きますけど。まあ、とりあえずは、入れとこ、こいつ。まあ、この多分俺が主に、多分ネオヒル族を抜くことになると思いますけど。まあ、ここは帰れないんで、ここはもう仕方ないということで、行きます、そのまま。封じ頼むって、頼む。おろ、踊ったら、メタルさんも踊るんか、こいつら。マジで？そのレベル？やめて。マジかこいつ。もう一回。よし、危ない。あぶねー。減っとる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 。まったくメタルいない、使いこなせないで。期間、期間頼む。お前可愛い顔しとんな、メタルスライム。頼むか、いいか、俺の仲間になれや、いい加減ね。なんでこれ封じとかれへんの。きついなこれ。行くしかない。危ない。危ない。頼む。遅い、行ったはず。やめ、うわ、もう、マジで、マジで、マジで。え？これまずいって。はぁ？何しよん、これ。くらい、石ころ爆弾！くらんかい！よっしゃぁ。ふっ、ひぎ石ころ。上級マスターは舐めるなよ。ただ俺もやばいぞ。これ待つない？行動回数遅すぎる。一番ディディが死んだ終わりやから、ディディは守る俺は。こいつ死んだらもう負けや。イエスイエスイエス。やばい。死ぬ。やばい！やばいこれ！おっしょらー！あれ2600！舐めんなよ、俺を！ディディコングじゃい！全然上がらんな。早っ、終わるん！しょぼ！メタルエリア、しょぼ！え？得たものは？たった4、5000経験値で？被害甚大！マジでこれ。被害やばすぎて、被害大きすぎてビビるってこれマジで。どうなっとん、これ、ほんま。主力二人抜けるやん、これ。もう合体するしかないやん、こうなったらもう。これマジか。ベートーベン誰？おる？モリモリスライム！ボックスライム。あ、いらんな。
ブチキング行くかな。ちょっともう巨漢ブチキング行くしかないか。でもギョロメ使うな、痛いな。まあ、どっちでとりあえず一旦ラクラ剣山カゴ使いますか。とりあえずちょっとね、これエース作らないと無理ですね。もうディディではちょっと勝てないレベルになってきてます。本来ならレベルをもっと上げていきたいところなんですが、ここは作るしかないでしょう、このオサをね。こいつが作ってレベルをちょっと地道に上げていきましょう、こいつの。深海竜。このバケモンがいれば一人いけるはず、ランク B。で、ハンターが見して見して、ハンター。眠り攻撃。あ、ええな。お、シュールカップ2?1。両方持ってやばいんか、これ。おう。ダウナーいらんな、別にこれ。これこいつがやるやつちゃうからな。白夜の剣技。まあ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 、メタルギリステミ、白夜山。あ、これいらんな、別に。ダウナーでいいか、これ。ルカに持っとこう、こいつ一人で。ソウルでも戦えるルカに持っといて、守備力アップ。こいつ守備いるんでね。出たー、ネッシー、ネッシー来たで。熱心。こいついい名前覚えてたんですよ、俺さっきね。いいっしょこれ、熱心。やばいやろこのセンス、ネーミングセンス。俺突き抜けてもとんな、ほんま。自分でこうなったら自分が恐ろしいセンスしとんな。わし恐ろしいセンスしとんな、ほんまに。熱心ってお前どっから出したんや、その名前。すごいな、君。いや、そうでもないっすよ。熱心なんてね、すぐに思いつきましたよ、僕は。やばいな、熱心言うたら。あえてベートーベン残しながら、ちょっとまた面白いやつ作ってみるのもありかもしれんな。また別のところから探っていくというね。まあ、楽々検査解放で探るのが一番硬いから、ランク D とかでも、フォア取る。キョワー、今日はトーン、今日はトルガー、ブッチーか。1から3回開始でした。これ強かったな、こいつ。クラウンヘッドか。ピエスラ。おー、ええな。プリンス持ちええな。マホトラ攻撃。アイアンタートルも結構俺は面白そうな気はするんやけど、デビルアーマーか。なんかこれっていうの折れへんな。こいつだっていうの折れへんな。ギャオス。お、深海竜と似とるからこいつ作ってもええかも。ただそれだけの理由なんやけど。まあ、能力も、アタッカーとしては申し分ないでこれ。深海竜とギャオス似とるからこいつ作ろう。ダークオンのカマキリ戦士？結構難しいやんけ、組み合わせ。結構面白い組み合わせやんけ、これ。ええな。ギャオース！ドラゴン族なギャオス、しかも。海竜コンビで行くか。サムライいる、絶対いる。メタルハンターは。あ、メタルハンターとサムライどっちがいいんやろ。バイシオン。バイシオンですね、これ。ダウナー。これいるな。ダウナーいらんか。守備アップいるな。ドラゴンスピリッツ、これいらん。ダウナー持っといてもええやけど、一回行動やから、普通にここはもう、ピオラ、ピオリム。ダンサー、アサシン。まあダウナーかな、ルカニかな。ここはやっぱルカニが強いからな、無難に。それかもう攻撃アップで攻めてみるってのもありか。まあ侍一筋でいけるでしょう、こいつは。オッケー。まあこいつも熱心の弟みたいな感じ。ネッシの弟。まあ名前は何しようかな。そうやな。まあ名前は弟ということで、あれでいくかな。まあこれオトジャでいこうかな。アニジャオトジャのオトジャさんを借りようかな。まあこれ相棒みたいな感じだね、これが。
熱心と音じゃっていうね。まあ、こっちが兄でこっちが弟みたいな設定ですね。設定としたらね。うん、いいね。いいね、いいね。レシーブできたな、これ。まあ、当面の間はこっちで出すけどな。オッケー。もうちょっと最後仕掛けてみるか。後ろは折れへんから、粘土とかなんか使われへんのか。ブリザード、ドラソル。ドラソル出てまうのか、ここで。まあ、でも B は一人っていう、俺の中での決まりがあるから、アイアンタートル作ってもええかもな。うんこ頭こんなやつ使われるのかなんか。ドワンゴ JP は、まあ、サブとして使うけど、おらんねんな、全然もう。てか、おらなすぎひん。バトルレックス、鋼鉄魔人、びっくりしたな。どうしよっかな。マイケル富岡で、鋼鉄魔人作っとくか。マイケル富岡と祈祷で、よっしゃ、こいつ作っとこう。こいつとサブで置いとこう。一匹でかい系のやつね。でかい系は強いんだね、こいつ。とりあえず、とりあえずこいつ名前しないでしようかな。まあ、エスタークみたいな顔しようか。エスタークでいいかな。S タック。S タック。S タックイブ。S タックイブでいいか。S タックイブ。よし、これでいけるでしょう。あとはこのレベルを上げていくって感じですか、当面の間。ちょっとまあこの、ギガボディが来たのがでかいですね。このギガボディっていうのはまあ3枠しか持てないやつなんですけど、敵全体に攻撃できます、攻撃自体が。だから、ね、とにかく強い。だからこいつ一発の攻撃で敵全体に行くから、複数敵いても、やばいという。で、ためたら攻撃、これテンション奪い取るやつで、テンション上げながら攻撃していくっていう。で、プレッシャーで相手ひるましたりとか、バギブレイクはこれ、まあ別に今いらんけど、こいつはとにかく初期から強いから、十分。とにかく欲しいのは攻撃かな。でも守備欲しいな。ハンター。まあまあとりあえず眠り攻撃持たしとくか。オッケー。エスタックイブもとりあえず鉄壁持たしとこう。鉄壁でかい。オトジャはここまで持たしといて。バイキルとかでかい。このバイシオンも欲しいんやけどな、できれば。バイシオンも、あ、まあバイキルでええわ。まあ基本アタッカーはこいつなんで。だから、この、熱心にオトジャがバイキルとかけてアタックしていくというスタイルですね。スタイル的に言ったら。これを一個の流れとしていこうと思います。一連の流れ。よし、とりあえずレベル上げようか、全員の。アイオスネイルで、レイピア。まあまあ、これでいけるかな。とりあえず、当面これでレベル上げていきたい。コツコツちょっと上げていきたいなと思ってます、こいつらは。で、じっくり育てて、まあ、次のエリア行きたいなと思います。はい。というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。